大盆踊りを披露いたします。大盆踊りは長野市無形文化財第1号でございます。ではお願いいたします。皆様おはようございます。大盆踊りについて少々ご説明申し上げます。大盆踊りは真田十万石の城下松代町の祇園祭礼の催しとされてまいりました。祇園祭礼の当日、松代藩真田家の殿様は町の中心にありました藩のお使者やこの桟敷において藩士の馬術等の余興を見物され、夕刻帰城の際に松代城大御門の前に設けました桟敷に着席され、この踊りはその御前で踊りましたので大盆踊りというようになったと伝えられております。大盆踊りの起源はあまりつまびらかではありませんが、江戸時代初期慶長年間、徳川家康の六男松平忠輝公が松代城主だった時、徳川将軍家男子出生を祝いとして始められたと伝えられております。踊りは松平忠輝公時代の魚町御崎踊りと真田氏が移行してからの七花鳥踊りの2種類に、分かれておりまして、真田十万石の千秋万歳の家坂をことごむとともに五穀豊穣を願う踊りとなってまいりました。廃藩後は久しく行われておりませんでしたが、大正10年松代城開府300年祭を執行するにあたり再興され現在に至っております。それでは大盆踊りご覧ください。太鼓の頭を頼みます。池の右側に松茸植えて、この下陰に千代万歳供養を込めてすると亀とが舞い遊ぶ、君も豊か坂行く松のこの下陰に千代万歳供養を込めて
浜の伊佐もに栄ゆる松のこの下陰に千代万世幾世を込めて鶴と亀とが舞い遊ぶ頭を頼みます。見上げば雲いに揺る立ちつせの太鼓の頭を頼み申す。
このバオバララサルへ、ならさねばやれ不満もの、そこらで落とすな、任せておけろ、任せておけなら松原越えたえ、松原越えてよい朝越えたいな、松原越えてやれこの民謡は、めでためでたの若殿様よ、恐れながらもぬらりぬっとつんでて、ひくにゃひかれずほこりを吹き払って歌口しめし、ほっぴゃひゃろと吹き広め松原越えたい、松原越えたよにやさ越えたいな、そこらで起こすな、任せておけろ、任せておけなら松原越えたえ、松原越えたよにやさ越えたいな、良い年ほうにほうが咲いた、黄金の松でよれよばはかろう、一番目の差乙女のはかりしよねは、一万の句一字と一刀一章一号一尺一歳まで、はかり納めて五番目渡した、五番目の差乙女のはかりしようねは、五万石五十刀五刀五章五号五尺五歳まで、はかり納めて十番目渡した。十番目の差乙女のはかりしようねは。十万石十字庫十刀十章十号十尺十歳まで。はかり納めて一から十まで、やらめでたい松原越えたえ、松原越えたよにやさ越えたいな、松原越えたよんやさ越えたいな、そこらで落とすな、任せておけろ、任せておけなら松原越えたえ、
松原越えたよいやさ越えたいな松原越えてやれこの橋の上なる若君様はあタレの息子と立ち寄り見ればああメシタリやカタビラの模様を好んでああ好み好んでああカメラたに暗証箱孔子に好み好調なつけたりやサイズ落としたりや隅つぼに隅差し前や後ろのおこぎりくずの数々は浜の遺産をと意欲にないよは数え尽くさじ面白や松原越えたえ松原越えたよいやさ越えたえなそこらで落とすな任せておけろ任せておけなら松原越えたえ松原越えたよいやさ越えたいなあとの2本引っからげてひっしょって
わあ、東海一へ持ってったら東海一を役にとってまた一本通られた。わあ、あとの一本山のものも買う買う、里のものも買う買う、我も買う人も買う、ひっつり引っ張り杓子が耳ひっかいた。ああ、売るには売られず買うには買われず前の川へ投げたれば。ああ、杓子が腹たたげてのつそつ流れゆく。杓子舞を見さえなと面白や松原越えたえ。はーはー松原越えたよんやさ越えたえな。はーはー頭を頼みます。ご存会の皆さんでした。今一度盛大な拍手をお願いいたします。